えー、こっちはヤガミですということで移動になったんで Vlog といます昨日さなんか組織がどうのこうのとか言って組織のピラミッドだとか言ってなんかやっぱそうだなとかって思ってさもう今日早速あのリクルートの営業の人を来てもらってさ求人出すとか言ってあのもう本当にさ思い思い ついたらすぐやっちゃうのが俺の本当にダメなとこだからあのもうこれはもうちょっと今冷静になってさでも待てよと、まあ、求人は出すけどもよっぽどいい人がおらんかったら雇うのはやめようとやっぱり今本当にに何か勝負する時だなってめちゃくちゃ思っててさまあ今決算,中決算終わってまあそれのいろいろやってるでしょうね数字とか見て。 で今だったらなんか勝負かけてもいいのかなって思いつつもいかんいかんいかんなんか安定してきたのにここでなんかまた新しい人なんてやったらまた経費が増えちまうとかさまあいろいろ頭の中でぐ,ぐる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 しとるわけですよだけどまあちょっと今回は暴走はやめて求人は出すけどもなんかちょっと冷静にいこうと思ってでまあ今こうやって自分に言い聞かしとるわけでございますけどもなんかさ 俺なんかこうやってやっとるでしょ VlogYouTube でそうするとさ同じようなおじさんがあのカメラで向かってカメラに向かって1人で喋っとるさやつが出てくるわけいっぱいなんか多分仲間仲間と思われとるっていうか一括りにされとるじゃんねそのおじさんソロトークみたいなやつ俺さでさなんか出てきたんだ本当なんか ちょっとさすごい疲れた顔したおじさんが出てきて、まあ俺も一緒なんだけど、で、ちょっと見たの、関連動画みたいなやつでさ、めちゃくちゃ出てくるもんで、見たの。そしたら、あのー、もう今から人生が変わるってことはもうないので、まあこのまま派遣社員で60過ぎてやっていきたいと思います。人生が変わるっていうことは もう絶対にありえません今からは」とか言ってただ死ぬまでこれを続けていくだけです年金もほぼないですしみたいな朝 <laughs> なんか出てきたわけもうちょっと衝撃だよちょっと待って待ってと思ってだけどそれを見てて思ったのがさ俺ももう45だけどいやいやいやまだ60まで15年あるだろうみたいなちょっと本当に思ったわけこれさ60になってからさ あのー、俺がね本当に年金もないですから人生逆転したいですとかでなんか同じになるでしょほんで60になってから今の状況って考えたらゾッとしたわけまあその可能性だって十分にあるような人生を送ってんだけどゾッとしたんだなんかいやいや今やらんといつやるの今でしょみたいな <laughs> めちゃくちゃ思ったのそれ見てだって もう人生が変わることなんてもう絶対にないって言い切っとったからねいやあるでしょうと思ったけどでも確かにその気持ちもめちゃくちゃわかるしだったらまあ俺もこの間ディズニー行ってもう体もガッタガタだし今年食ったなとか思うけどまだ若いでしょうと思ってだったら今のうちに勝負しなきゃとかもういろんなことをさ考えちゃってだけどまずやりたいことっていうのが その会社としてね、まあ、前々から言ってるその給料を上げていくっていうことはまず一つでしょうでそれともう一つにその退職金制度っていうのをなんかちょっと積み立て保険とかさなんか共済とかなんかうまいこと使ってしっかりと確立させたいわけでそのためにはやっぱり売り上げは必要なわけとかいろいろこう順番を考えていくとさ、まあ、まだまだやることはあるんだけど。 でその中で、まあなんか組織がどうのこうのってなんか思ったわけ。なんかそういう仕組みを作るためにね。だけど俺絶対その仕組み作らんと、マジでやばいなと思って。っていうのもなんかその同業の、同業の人でさ、もうそれこそ60とか行った人のさ、なんか話を聞いてんで、60過ぎてからもうその、やめましたみたいな人の話を聞いとったらさ、いや、これはまずいぞと。やっぱりなんか、 こういう業界だからもうそうなって仕方ないみたいなその今までのなんか感じっていうのを絶対ぶっ壊していかなきゃあしいんで今本当に時代が変わってきとると思うわけで今日もさあのスタッフと話しとってほんで今決算やってるレシート見たりとかさその請求書見たりとかしとったら「何これめちゃくちゃ高いが」みたいな。 え倍になってるやんみたいな話とかも結構出てたんだけどじゃあそれに対してそうやってピンチじゃん今までのやり方でやってたらその仕入れ値も上がっとってで,でも売り値は上げれんみたいな,なんかピンチじゃん本当にもう俺今までやってきて過去最大のさこのなんかなんちゅうのやっとコロナが落ち着いたと思ったら今度何この仕入れ値みたいなほで人件費もなんか最低時給とかも国が無理やり上げてきて もう何これみたいな本当に経営者にとっては大ピンチみたいなさ時代になっててだけどだからこそめちゃくちゃチャンスなんじゃないかなと思っててだから今なんかすごい斬新なアイデアを思いついたりとかあの正しいやり方っていうのを選択したりとかなんかそういう前向きに今こそならないと、まあ、今がこう変わっていくチャンスなんじゃないかなってめちゃくちゃ思ってるわけ。だから 本当に焦っちゃって「あの組織作るぞ!」とか言って「リクルート呼んで」とかなんかちょっと暴走仕掛けとるんだけどちょっとまずは冷静になってねだけどこのなんか本当に円安とか歴史的な円安とかさもう歴史的なんでしょう、まあ、確かに歴史的だよねなんかそういうのとかもうまくさこうなんかやっぱ仲間味方にしてかんとその今の世界の状況をってすごい思う最近。 だからすっごいピンチだしなんか本当に考えることはむちゃくちゃあるから日々なんか考え方っていろいろと変わってたりとかいろんな考えが生まれてきたりとかするけどこのピンチをさみんなでチャンスに変えていきたいよねっていうことでだから今までの常識っていうのをぶっ壊してなんかこういう仕事しとってよかったわーって思えるような形を何が何でも作ってやりたいと。 思ってる今日この頃でございます。ということで。まあさ、決算でしょ、今。もう決算、この間いや、あのー、4月決算だもんね、4月が終わったでしょ。ほんで、ゴールデンウィーク明けたでしょ。だもんで、今さ、いろいろなんか、打ったりしないかんでしょ。あの通帳とか、レシートとか。ほんで、請求書まとめたり、なんか、カードの明細出したりとか、いろいろしないかんでしょ。だけど、すごい老眼でさ、あの、 本当に何か近くが最近見えんくって通帳の文字とかレシートの文字がマジ見えんもんでちょっと明日老眼鏡を買っていきたいと思いますということでまあ本当にいろんな意味で時代は変わっていっとるし俺らもどんどん年食っとるけどもまあなんだかんだ言ったって今が一番若いからねで今が一番いいと思ってやっていきたいと思いますということで。 最後まで見ていただきありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いしますありがとうございました